してしまうようなあのビジュアルだったんですね。あのそれとあとどうしてもこう力加減が色で見えてしまう、黒が一番なってよかったで、あの黒の人に聞けば分かりますみたいな、そういうことを避けるためにも今回は全員後ろにはスタッフというふうに書くことによってそれをなくしたのと同じことしてるかな。あと実際変わってるのはここのこの部分の色だけで分かるようになっていて、これもあまりにも分かりにくいので全員こういう形にならない限り分からないという状況をわざわざ作ります。そしてこれ行かれた方は見たら分かると思うんですけれども、あのプリント工房コグリアっていって、これはあの公式の物ではあるんですが、実は数名のアーティストさんがコミッションを受けてこの実際にこうプリントするデザインをやってもらった、作ってもらったんですね。それをいろんな形でこう滑る場になったりだとかして、あの何でしょう、これ広報とは言わないんですけども、この自分だけにしか持てないものを作るっていうことで、なんとなくこの取り組みにし愛着を持ってもらうと。よし、ちょっと進みます。これがモバイルトレンダーで、実際にうまい具合に愛知県の4カ所回り、これも非常にあの評判がよく、あのやっぱりどうしても地理的に行けない方、時間的に無理な方にとっては本当にごく一部ですけれども、参加作家さんの作品がこうモバイル形式であの展示場のあるところに行くことによってトレンダーに参加できるっていう感覚と実際に参加をするっていうことで、あのトレンダーに16年につながるような活動になったと思います。で実際これがあの前の会場であったワークショップのものを展示するだとか、もう4カ所とか言いながらも継続性を持たせながらやったりだとか、あとこの辺ちょっと刺さっていきますね。それでいわゆる今回アイストリエンナーレの一つの特徴っていうのはキッズトリエンナーレっていうものがありまして、これはあの予算の中でもかなり大きな予算を持っているあの普及教育事業の一つです。前回はどうしてもこう祝祭っていうトーンが強かったので、あの子どもたちがこう楽しく何か工作をできればっていうような感じだったんですが、今回私のその意向もあったのと、どうしてもやっぱり現代アートっていうものを体感してもらいたいっていう気持ちが非常に強くて、分かんなくてもいいんですね。ただこの物を作って思い出もまた楽しかったではなくて、何だか知らないけど楽しかったっていうのを作るときにいろんな企画を考えました。その中で今回はアーティストさんによってやるさワークショップ、公務機関区の中でやるワークショップ、そしてインハウスでやるのもそうですが、ここにあるのはです、ね、トリエンナーレキットといって、子どもたちがキットを借りて美術館の中をこのキットを使って見るようなものにしたりだとか、この時まだ8月でもうすっごく暑かったんですよ。これは本当にオープニングやした時にもう気絶するかと思いましたね。それぐらい暑かったです。でちょっとこれその中のキットの見方で、この1-5-7-5っていうプログラムってあるんですけど、めっちゃ笑えるんですよ。例えばこう福島の第一原発複雑だって作品を見て思ったこと5-7-5で、こっちは触りたい触っちゃダメだよそうなってねこれ私見た時もう本当笑いしてかと思うと、揺れる大臣にまつわる俳句を書いてあるとか、いろいろ出てくるわけなんですよ。そしてこういうことによって作品を見るとなんとなく例えば大人の解釈とか違ってもそれなりの吸収があるということであると。そしてこの記憶の庭っていうことで、今回建築もあって日常から非日常というアート空間を作ろうっていう試みの中でやったのが、ここからまずまず貼る、そして次が塗る、そして最後は剥がすっていうアクションを72時間でやるっていうコラボレティブな場所です。そしてまだ継続中なので、これ今黄色で確かこの前青になってるみたいな形で、何でしょう、これも一見最初はみんなこれ何もできないし、ただ貼って塗るだけで楽しいもんっていう、そういう質問がある中で、実際子どもたちの姿を見てるとこうすごく単純な作業っていうことを黙々とやると、そして一方で親子どもの方も実は案外この楽しそうにやってるわけなんですね。でなんかすごいなんかすさまじい場所なんですよ、そこで行くと分かるんですけど、
んなのがあったりとか、実際に詳細ぐらい持ってるキャンプ来たらわかるんですけど、もうこれ完全に子供じゃないじゃないですか。なんかこういうのが出てきたり、ここにぐらいの人もね、こうなんとなくこの言葉の新聞の中で切り取られてるメッセージをうまく使って、その自分たちの作品を作って、それを消していく作業をやることで、ここの場所に今回のテーマの中に標本を残すっていうことをする場合になったりとかしてます。これを送ります。そして学校団体の、これもかなりの数が来て、結局トータル今のところ107件っていう数の学校が来たりだとか、そういうことですよね。そしてこのアーティスト派遣という形で、作品を作ってくださる一環として、作家さんが学校に行き、一緒にこの創作活動をして、実際にパフォーマンスに出るっていうことをやったりだとか、ママごとはパフォーミングアーツなんですが、この中から何人か出てくるのかな。これで下道さん この作品も展示に反映されてますから、でじゃあパブリックで刺さってきますね、この辺も。そして今回愛知っていうところを描くところと、それでこれは多分ヤブトリと愛知と似てる部分の都市型の鳥になる国際展で、いわゆる越後妻とか瀬戸内とちょっと違うやっぱり苦難があるんですよね。その中でじゃあいかにこの愛知っていうところを知ってもらうために何があるかっていうところから始まって、まず喫茶店文化でもこれもすごく面白かった。これ小倉さんのやつなんですけど、本当に愛知の喫茶店文化っていうのは、今回建築的なことも含めて非常に複雑で、歴史的背景を見たりだとか、あとこれは岡本信也さんというのは工芸学の中では本当に大事な方なんですが、この工芸学で見る愛知っていう中で、彼は図書と工芸学の話を物の見事にこう板書しながら、もうある種これは妖精ボイスのパフォーマンスに近いものがありました。全員も釘付けで、実はそこにあるのは図書のレシピを書いてるんですね。でここで物には名前があるっていう話から、その名前が変わるって文化が変わっていってっていうような話を、素晴らしかったです。これはもう映像に残ってないっていうことが我々の中で一番後悔しているところだったり、これは激闘ワークショップっていうもので、今回テーマがすごく複雑だったので、そのまず企画の時に我々の中でじゃあこのテーマ一回噛み砕こうっていうことで、我々一人一人が自分のキーワードを出してたんですね。それ79日間ということで79に落とし込んだ、実はちょっと実験的なツールがあって、それを使ったワークショップ、そしてこれは今回カタログの方にもこれは入ってるとかしてます。で進めます。でこれがこれも非常にやっちまったけど、多分これは来年次回続くかわからないっていうもので、クールなオアシスっていうプログラムです。これ建設的に休むっていうことをテーマにしてるんですね。っていうのは、こう国際展に行くととにかく全部を見ようっていうことで、多分最終的に起きてるのは何を見たか覚えてない、疲れたとか、そういう感想がほとんどですよ。で実際にちょっと5分でもクールダウンすることによって、自分の頭を整理したり体を休めるっていうことをテーマにした場所って作れないのかなって、休憩室とかで別にっていうことで実験的に作らせていただきました。それでこれは一人のスペキュレーションのスタッフが定期的にやってるリススタレーションっていうプロジェクトで、これ毎日やってるんですけど、一体どういう椅子の並びにしたら人が一番建設的に休めるのかっていうことを毎日やってます。じゃあもうちょっと時間が押してきたんで進めますね。そしてこれは街中ネタです。でですね、これ最後の最後になるんですけれども、今回その